はい、こんにちは、レトスノーノです。5月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。宅建の勉強は、一人孤独にただひたすら頂上の見えない山道を歩くようなものです。不安になる時もあるし、やる気を失って前に進むことを諦めてしまう、そういった方もいらっしゃいます。状況はみんな同じです。しかし、自分を鼓舞してみてください。決して最後まで諦めないで、勝利をつかみ取りましょう。それでは3問に入ります。A が被用者 B の行為につき、C に対して使用者責任を負う場合で、A が C に損害賠償金を全額支払った場合、B に故意または重大な過失がないときは、A は B に対して求償権を行使することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、被用者 B、まあ、従業員 B ですね。従業員 B がいて、まあ、使用者の A がいますと。で、A が被害者に対して、まあ、全額賠償金を支払ったんですね。で、今回、この従業員 B が加害者なんですけれども、加害者に、まあ、故意または重大な過失がないと、まあ、いった状況なんですね。まあ、なので、まあ、多少過失があったぐらいのイメージですね。で、その場合、A はこの B に対して求償できるかと。で、求償権っていうのは、まあ、請求権っていう考えてもらってもいいので、まあ、全額賠償した A さんが B に対して、一部、もしくはまあ全額請求することができるかということが聞かれているんですね。で、答えは、これ、求償することはできるんですね。なので、誤りです。使用者、まあ、会社等ですね。A が、被害者 C に損害賠償金を支払ったときは、使用者は、まあ、従業員 B に対して求償することができます。で、この従業員の故意または重大な過失、これがあろうとなかろうとこれは関係がないんですね。まあ、よって、誤りになると。で、今回のポイントなんですけども、もう一つあって、それが求償できる金額なんですよ。まあ、どれだけ求償できるか、どれだけ使用者が被用者に請求できるかというこの金額なんですよね。で、これは判例で、損害の公平な分担という見地から、審議則上相当と認められる限度を求償できるって言ってるんですよ。で、まあ、これね、すごくわかりづらい、これ言葉、言い回しなんですよね。まあ、イメージとしては、使用者が、まあ、ちゃんと監督してなかったとか、まあ、変な人選任してしまってたとか、まあ、そういうふうに使用者の責任が大きい場合っていうのは、被用者に請求できる金額は少なくなるんですね。で、一方で、被用者の方が、まあ、責任が大きいという場合は、求償できる金額が大きくなると。まあ、そういったイメージでも全然問題ないです。そして使用者が、まあ、この社員ですね、従業員に求償できる理由なんですけども、これ考えると、まあ、使用者は監督とかね、専任の責任はあるにせよ、不法行為を行った張本人はこの社員 B なんですよね。従業員 B なんですよ。だから、まあ、会社が弁済したのであれば、悪いことをした張本人に対して、まあ、いくらかはね、求償できるというのは、請求できるっていうのは、まあ、当然だというふうに考えますよね。なので理解していただければ、これは全然簡単な内容ですね。問2ですね。取引士、宅建士は、常時取引主張を携帯して、取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは、×です。取引士は、取引の関係者から、請求があったとき、まあ、取引書を見せてくださいって、請求があったときは、取引書を提示しなければならないんですね。しかし、このルールに違反したとしても、過料に処せられることはありません。つまり、今回の問題は、10万円以下の過料って書いてありますね。これが誤りなんですね。つまり、宅建業法違反にはなるけれども、罰則の規定は適用されないと。罰則はありませんよっていう話なんですね。で、この部分細かいんですけども、こんなことも出題されるんですね。で、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんが、もうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ。で、独学の方だと、そのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね。まあ、これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながら、どこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ。まあ、短期講座であれば、ここポイントですよ。ここ覚えてくださいねってお伝えすることできるんですけれども、独学だとそこを自分でやっていかないといけないんですよね。なんで、もうそういった方はもうとりあえず、もう覚えていくしかないので、
覚えながら、また過去問を解きながら過去問を研究して整理していただければと思います。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。下記2つについては一定の資格を有する者が設計しなければなりません。で、2つっていうのは、まず1つ目が高さ5メートルを超える擁壁の設置、2つ目が切り戸または盛り戸をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。この2つを行う場合、有資格者が設計しなければならないんですね。で、今回の問題は高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事と書いてありますので、これに当てはまらないということで、有資格者による設計は不要ですよということですね。そして一定の有資格者とは、例えば土木家や建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの、こういった人が有資格者と呼ばれる人たちです。高さ5メートルの擁壁というと、だいたい2階部分に相当するぐらいの高さなので、それなりに高い壁ですよね。これが崩れたら危ないから有資格者が設計してくださいというルールになっております。そして昨日開講した短期集中実力アップ講座、この特徴なんですけれども、理解の仕方が解説に書いてあるから、解説を丸暗記するだけでも理解学習が実践できるんですね。またわからない部分ありましたら、いつでも回数制限なくご質問いただけますので、その点もご安心ください。だからこそ短期間で実力を上げていただくこと可能です。で、この短期講座受講した方の中には、法律知識が全くゼロ、中学校しか卒業していない、そういった方、7月から勉強を始めて一発で合格していただいております。で、その方はそれまでは別の仕事、土方をやってたんですね。飛び職やってたんですけども、ヘルニアになって、もう今後力仕事ができないということをお医者さんに言われてしまって、急遽7月から宅建の勉強を始めたんですね。仕事がいきなりなくなったわけなので、早く就職しないとお金が尽きてしまう。ということで、弊社の短期講座受講していただきました。その方はもう本気だったんですよ。3ヶ月しかないけれども、もうできるだけやりますということで受講していただいたんですね。で、その方は一発で合格しました。中学校しか卒業していないので、分数計算とかはできないわけですよ。でも、分数計算とかできなかったとしても、その他の部分で得点できれば合格できるんですよね。なので、合格ということに焦点を当てて勉強すれば、短期間で実力を上げるってことも十分可能なんですよ。多くの方が無駄な勉強しちゃうんですよね。だからどれだけやっても合格できないってなっちゃうんですよ。で、その方っていうのは、7月から宅建の勉強を始めようと思ったんで、7月からしか短期講座受講できなかったんですけれども、この動画を見ているあなたは、この5月の時点で、この短期講座を知ってるわけですよね。だからその方と比べたら、2ヶ月も多く理解学習ができるわけですよ。そう考えてみたら、十分あなたも今年合格できるんですね。今からの頑張り次第、今からのやり方次第では十分今年合格できますんで、ぜひですね、絶対今年合格したいっていう方は、短期講座ご検討いただければと思います。短期集中実力アップ講座については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講お待ちしております。レドスの小野でした。